メガトン級武蔵、前回の続きからプレイしていきましょう。ランドアイはこれより浮上に際し空中母艦モードにて運用します。うまくいきそう？はい。イクシアの反重力エンジンのバランシング計算は僕の CPU で十分に処理可能です。ではお願い。それでどのくらいで発進できる？1ヶ月以内にはどうにか。そうですね、1週間はいただきたいというところでしょうか。1週間かかりすぎですか？では5日ならどうでしょう。それ以上いえ、それでいいわ。急いでくれれば。それぐらい優秀だってことか。前回の戦闘データを解析して入力しています。馴染みすぎだよお前。マキシマスの戦術プログラムも完全なものになりました。さすがね、タクミ。タクミ？それとアクトドライバーの方はどうだ？2番ハンガーにいるアーサーの操縦システム、アクトドライバーの概念を応用し、ムサシおよびマキシマスを一人で動かせるか検討しました。それで？ムサシには適用可能ですね。ですが、ムサシを一人で動かすとなると操縦者の負担はかなり大きいです。パイロット次第ってわけだ。はい。ですがマキシマスの方はその機動性を最大限生かすにはこのまま二人で動かす方が効率的です。あら、そう。あの喧嘩コンビだろうな。マキシマスの起動サイクルを完全に管理し、デュークさんのこだわりの速さを失わないためにはそれがベストです。ちょっとあなたなんか私よりもすごい感じになってない？いえ、そんな。じゃあ期待しているから、この調子で頑張って。待ってください。ハンガーのバックアップストレージ内から設計図を見つけたんですけど。ディープトラック内のデータ？私でも解析できなかったパスワードを解いたの？はい、試しに俺の誕生日を入れてみたらすんなり開けました。あ、すごい偶然もあるものなんですね。父親がね。え？子供溺愛してんじゃん。で、呼んだからには何かあるんだろう？ああ、また仲間が増えたみたいだからね。せっかくだから紹介しておこうと思って。仲間って、新人パイロットか？そう。今シミュレーター室で訓練中みたいだから、見に行ってみない？なかなか白熱してるみたいだよ。は？まあ、あの二人がやってんだろうなって感じだけど。シミュレータールーム。こんなの納得いかない。もっぺん最初から勝負よ。別にいいけど、やったところで次も私が勝つに決まってるけど。はあ？というわけで新型には私が乗るべきってことかな。ちょっと待って、こちとら本物で経験済みなんですけど。こんなゲームみたいのと実戦じゃ全然勝手が違うし。じゃあもうすぐ実戦でも私が上だって証明すればいいわけだよね。新人ってこいつらかよ。まだ騒がしくなりそうだぜ。犬猿の仲とはこのことだな。お、来たね。実戦だ。特訓の成果を見せろ。はい。今から。やっぱ一回経験すると元気だな。この新型マキシマスにはジュンとモモカに二人で乗ってもらうわよ。新型って二人乗り？はあ、嫌です、こんなやつとなんて。同じく、なんでこんなのと。そもそもマキシマスはイブシ隊長と私で動かしたじゃないですか。今回もその組み合わせで。残念だけど、イブシ隊長の今の体じゃ出撃できないわ。なんで？なんかヤバい感じなの？ああ、実はぎっくり腰になってしまってな。おい。ああ、何そ
それそんな理由？おいやあっててこれじゃメガトン級の圧には耐えきれん。すまん。あ、これ絶対嘘だ。ここはお前ら二人で乗ってくれ。そう言われてもこいつとなんて絶対に嫌です。右に同じ。ダメよ、あなたたちの意見は聞いてない。それに一番嫌なライバルこそ何よりも自分を高めてくれるものよ。あの二人大丈夫でしょうか。二人がそれぞれの得意分野においてマキシマスの操作を行えば機体のパフォーマンスが跳ね上がる。そう私は見ているの。まあそのためにも一芝居打ったってわけだ。見え見えの芝居でしたけどね。ぎっくり腰ね。ああでも言わんとあいつら聞かんだろうからな。しかしはこれだけ若く見えてしまう俺がぎっくり腰というのも少々無理があったか。まあそれは置いとくとして、あの二人あんな状態で連携操縦できますかね。さあさあじゃないんだよ。ドラクターのやつらまた来やがったか。いつも通り撃退してやるぜ。気をつけて、過信すると痛い目を見るよ。よし、行くか。こちらはミッションカウンター。違う、お前じゃない。あ、お前だった。黒い獣。このミッションのマキシマスはカスタマイズできません。はいはい、よし、行くぞ。新人の霧島純と早乙女桃香は二人でマキシマスを操縦するらしい。あいつらで大丈夫なのか。リュークなりの狙いがあるんだろう。彼女たちがどう戦うのか見ものだね。じゃあ見せてやるとするか。先輩の仕事っぷりをよ。よっしゃやってやるぜ。俺たちだって伊達に今まで戦ってきてね。ああ、片っ端からぶっ倒してやる。こう見ると結構ヤマト小柄だよね。そう見えるだけか。ごめんごめん、おかみさんモードだったよ。おかみさんモード。急ぎスタンバイします。お願い。いちいち店閉めてこないといけないから大変だな。まずはパイロット認証、霧島純、システムロック解除。さあ私の可愛い子ちゃん、今日もお願いね。この見た目から来る圧迫感、やっぱシミュレーターとは違う。でもやるんだ。初心者ちゃんは操作間違えないように気をつけて。うっさい、ちゃんとやれるっつーの。パイロット認証、一大事ヤマト、システムロック解除。出撃カタパルトに移動。敵の混成部隊が接近中。こっちも3機のメガトン級ローグで迎え撃つよ。3機もいりゃ余裕だよ。相変わらずうじゃうじゃいるみてえだな。こちらの連携も要になりそうだね。よし、行くぞ。ぼちぼち見れる。あ、4脚がな。4脚がちょっとな。ん？なんか英語で書いてある。どういう意味？ハンドシェイクドライブモードアクティブ、連携駆動システムはいつでもいけますって意味よ。マキシマスは二人で連携して操作すれば先輩ローグの武蔵を超えられるの。二人でって言われても。テニスとか卓球とかでラリーってあるでしょ。それと同じ要領。マキシマスはパイロット同士の操縦のラリーによって高速駆動を実現する。それ難しくない？逆に桃香とラリーしたくねえ。こっちのセリフだし。まあでも実戦中にするんだろうな。武器装タイプ確認、オールクリア。
ードバランサー、パラメータ、サイナス。これ本当にメガトンストラテジー主人公機の見た目じゃないよな。一大事ヤマト、出撃する。面白い見た目してるわ。よし、行こう。みんないるな。さーて、ミナノジュ行くとするか。よし。おい、お久しぶり。出やがった。おいおい、大丈夫かよ。あいつ単独で前に出るなんて無謀だ。うほほ、すごいね、これ。いいけど、指図しないでもらえる？命かかってんの。リボルバーかの。こっちもあんたとスキル組んでないし。おー、ちょっといいね。オーバードライブラン、やった。エクゼキュート、プロセスハンドシェイク開始。ダッシュ、ほらやった。ダッシュ、ターン。なんじゃりゃ。あれがマキシマスの持ち味、オーバードライブラン。2つの駆動エンジンの独自操作で高速でトリッキーな動きを作ります。いわばパイロットの二人版。ほらやった。すげえな。強力な仲間ができた。よし、これよこれ。私が求めていたもの。見事にディープさんがこだわっていた駆動システムを使いこなしています。いいわよ、いいわよ。もう一回行こう。あなたたち、静かにしてもらえます？よし、もう一発。ほらほら、よし、勝って。やばい、死んだ。てめえの顔忘れねえか。早かったな。ちょっと足りないんだよな。あ、これチャージできるのか。おい、ポインターレイ。あ、レイズの機体になってんのか。これどうやって変えんだっけ。ちょっと待って、変えたいんだけど、機体を変えたいんだけど。どうやってんだっけ。オプションを見させてくれ。コックピットモード、射撃ん、変えさせてほしいんだけど。あ、これだ。死にそうだった。よしよし、これで味方も回復させつつ、ハイドロバズーカで行こう。あ、ハイドロバズーカに回復です。あー、もう行って、ほら、ほらほら、スピンドライブ。オッケー、よしよし。結構あれだな、レベルが向こうの方が上だもんな。ちょっと厳しくなってきた。ほら、よし、はい、やった。オッケー。進めてはダメです。ロバートさん、はい。よしよし。これで。危ない。はい。よし。はい。オッケー。
幅が。で、次何が出てくる。あのでかいやつ以外だったら何でもいい。今よ、ここならあの技が最大限生かされるわ。何あの技。コロシアムド発展ラッシュ。は全方位もうちょっとマシの名前ないのかよ。粉砕する技よ。なんかかっこいい名前じゃん。微妙だぞ。一丁やってみますか。コロシアムド発展ラッシュ覚えた。よいしょ。はい。はい。はい。ほらやっと。よし。危ない。オッケー。これ倒すよね。俺たちも負けてられねえぜ。多分ボス戦だったな。ついていくよ。よし。オッケー、来るぞ。ほら。うん。よし。危ない。ほら。危ない。うん。強いなこれ。よっ。一撃がすげえ重いな。やった。よし、次。オッケー。はい。よし。ボスが来る。どういうこと？はず。何か敵の事情が変わった？え？何が？事情ってどういうこと？あ、なんか言ってたな。傷一つつけられないやつ。これ強いのかな。でけえな。なんじゃあった。これまでのやつと何か違う。全然効かんの。今のシーンどうされましたか。電磁柵で塞がれた。逃がさないってことか。袋のネズミっつんだろう。これこれやばいな。全然いって。すりつぶしてやんよ。全然ダメージ入らないんだけど。雑魚が生きりやがって。入らないけど減ってはいるのか。次は同じ手は食わねえ。反撃だ。ちょ。危ない。ほら。フュージョンブラスター。どうや。全く効いてない。ひどいなこれ。うぜ。なんか手段ないのか。急いでください。間もなくです。繋がりました。奴らの戦闘メカに乗り込んでいる汎用端末に接続しました。私の言葉どうかヤマトに届いて。あれは特殊な金属でできています。こちらの攻撃は一切通用しません。いや、地味には聞いていてたよ。未確認の機体です。コードネームは黒い獣。ひとまずブラックハンターとして登録。大丈夫ですか。疲れからか。医務室に運べ。いえ、大丈夫よ。ちょ、急に戻すな。くそ、尻尾が弱点。弱点なのかな。よし、リボルバーの当たるか。当たるな。これでもどうすんだよ。攻撃が効いていない。全員ゴテゴテしてんな。
ゃキリがねえ。ヤマト、やけになるな。落ち着け。だからじっとしてろって言うのかよ。どうすれば。やばい、雨宮くん狙われてる。霧島さんの場合助かったよ。イケメンは死亡フラグ立ちやすいから気をつけて。でもイケメンは死なないって言ってたよ。縁起でもないこと言わない。愛するダーリンも心配してるんだって。誰がダーリンよ。無関係でしょうが。マキシマスで撃って出る。やめろ、状況を見極めるんだ。一撃で落とされたぞ。おやばい、これ結構困るな。こんなんどうだ。なんか打開策ないのか。潰してやるよ。どうすりゃいいんだ。俺んとこ狙われてねえか。大丈夫か龍吾。まずい、コックピット部分が炎上している。母ちゃん、母ちゃん、母さん、お母さん、俺母ちゃんのことお母さんって呼んでたっけ。そうか、記憶戻してない。やめてよ、痛いよ。お母さん、ごめんなさい、ここ開けて。なんだよこれ、まさか俺のこの記憶は、今の母ちゃんは戻してないんだもんな。パイロットの部分は全員戻しといた方がいいよな。やっぱお手上げかよ。聞こえますか、ヤマト。誰の。私はアーシェム、覚えていますか。お前は神崎に乗り移ってたやつか。トンキーのシステムをハッキングしたのか。はい、あなたにメッセージを送るためにあなたの汎用端末をお借りしました。今度はローグを乗っ取ろうっていうのか。違います、ヤマト、聞いてください。私はあなたたちを助けたいのです。助ける。今あなたたちに迫っている機体は我々の星シドルにしか存在しない特殊金属、スキュラメタルで作られています。おそらくあなた方の兵器では傷一つつけることはできないでしょう。ですが対抗手段が一つだけあります。行動不能にするのです。敵が教える情報なんて信用できるか。信用するかどうかはあなた次第、あくまでもあなたの選択です。何？続けます。あれは強力ですが無人型です。無人型は動きを司る電子頭脳を破壊すれば機能停止させることができます。そんなこと俺が信じるとでも。私はあなたを信じます。俺を信じる。あなたなら、あなたとなら理解し合える、そう思えるから。何言ってるこいつ。それにあなたはすでに私に助けられています。何、まさかあの時のことか。続けろ。あのタイプは3つの電子頭脳によって動いていて、どれか1つもしくは2つが破壊されても生き残った電子頭脳の指示により再生されてしまいます。再生するだと。だったらどうしろって言うんだ。マジ、あれどうすんの。このままじゃやられちゃうよ。攻撃が全く効かないんじゃ手の打ちようがないよ。退路も断たれ逃げられない。このままじゃやられるのは待つだけ。みんな聞いてくれ、俺に試してみたいことがある。何？今からデータを転送する。そいつを見てくれ。これは3機のローグで指定箇所を同時に攻撃する。同時に？
何を言ってる。おい、弱点が分かるとでも言うのかよ。どうだかな。だがこれしか今できることはねえんだ。ちょっと待って、話が見えないんだけど。弱点の同時攻撃、そういうことでしょ。狙うは奴の行動を司る3つの電子頭脳、同時に破壊すれば自己修復できずに動きを止められる。関節部の隙間を狙う。マジ？なんでそんなことわかるの？もし同時じゃなかったら。生き残っている脳が破壊された脳を修復し行動を維持する。このデータだと1秒でもずれれば同時破壊は失敗に終わる。不可能だよ、完全に同時なんて。誰かがせーのって言えばいいんじゃないの？そんな驚くようなことじゃなかったろ。それでもずれるみたいな話じゃないの？3体のローグで同時に破壊するですって、そんなこと不可能だろ。そんなのやってみなきゃ分かんないだろ。バカなこと言うな。3体が1秒もずらせない同時攻撃だ。人間技じゃない。さすがに無理ですよ、ヤマト君。3体のローグを連動させ同時攻撃を行うには、距離、攻撃までの準備プロセス、敵の動き、あらゆる事象を計算し統括的な作戦行動を取る必要がある。ランドアイからもさすがにそんな正確な指示は出せないわ。待ってください、南司令、その役目僕にやらせてもらえませんか？え？僕なら3体のローグにブラックハンターの攻撃箇所とタイミングを正確に指示できます。なんですって？すごいよ、コウタ君、そんなことができるの？不安はあるけど、でもできると思う。南司令、信じてください。分かったわ、やってみて。コウタの存在、基本的にチートだよね。できることだ。やっべ、もう、だから急に始めるのやめろっつってんのよ。ああ、回復しよう。ね、どうすりゃいいよ。指示してくれよ。まだかよ。そう、早くしてくれ。ほら、メガトンパンチ。戦闘力が上がった。本能的に危険を感じやがったか。やられる。まだまだ。まだか。早く指示をくれ。ほら、へい、おっそ。よいしょ。ぼちぼち効いてはいるけどなって感じだな。来ないんだけど。こうちゃん、こうちゃん、こうちゃんどうしたの？アフロのこうちゃん。やばい。危ない危ない。よいしょ。これもっとあれかい？消せないとダメだな。あんま近づきたくないんだけどな。強いんだもん。本当にこれで削っていかなきゃいけないのか。よいしょ。てめえの顔忘れねえからな。頑張って。これやっぱ近づくときついな。やるわよ、アステカワ君。はい。あ、来る。やった。同調エンベロープを送ります。なんじゃこりゃ。敵にエンベロープを防御されてもいいように。なんで音楽の中に仕込んで送りました。購買意欲をそそられる歌だね。これに合わせて攻撃するってのか。い
らっしゃいませじゃないんだよ。やるぞ。あお慎重にね。曲に合わせて攻撃システムを登場させる。来た。3、2、1。ゼロ。いけ。全員その武器持ってないよね。やったのか。動かなくなった。ヒヤヒヤさせてくれちゃって。乗り切ったね。あ、回収する気だ。そうだよな、あの金属こっちに入ったらまずいもんな。落ちないそのそんだけスピード出すと。ドゥルーガ回収。ひとまず撃退したってことか。しかしヤマト、3つの電子頭脳を一気に叩くとは相変わらずすごい発想だな。しかも今回は正確な攻撃箇所まで。俺じゃない。あいつの攻略方法を知ったのは助言を受けたからな。助言って誰。ドラクターの資格だ。勝利の V。 一番かっこいい機体が一番右にいるけど。あ、16のパーツだ。やっぱあれなんだな、もうそれぐらいの装備をつけとかないとダメなんだな。リザルト終了。敵があんな強力な機体を隠し持っていたなんてね。今回はなんとかなったからいいものの、次もうまくいくとは限らない。ああ、その通りよ。早急に対抗策を練る必要があるわ。それから戦力アップのためにも仲間のメガトン級ローグを増やしたの。いこれからは3機が使えるようになるわ。ああ、3機目のマイローグが使えるようになった。これ以上異星人のやつらを好きにはさせねえ。なんで今まで使ってなかったんだろうな。メガトン級っていうぐらい増えるな。短期間で増えすぎじゃない？異星人のくせに俺に助言なんざ。目的は何だ。神崎に憑依した時も妙なことを言っていたが。憑依？そうか。神崎を通じてならもう一度。新しいフリーミッションが追加された。はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。